史上初の夏3連覇を目指す第1シード明豊と、3年連続の決勝進出を狙う第2シード大分舞鶴です。明豊の先発はエースナンバーをつけた中山。今大会先発としては初めてのマウンドですが、上々の立ち上がりを見せます。一方、大分舞鶴の先発は春の大会明豊に勝利した試合で先発を務めた糸永です。大分舞鶴は2回、3回と2塁1塁の場面を作ります。ストレートライダー、弾いた分良かったですよね。そうでしたね。これピッチャーのグラブを弾いて、はい、当たってなければ抜けてますよね。6回、舞鶴は相手の守備の乱れもありノーヒットで満塁の場面。バッターボックスにはキャプテンの後藤。気持ちで負けれないように相手ピッチャーがあったんですけど、なんとか食らいつきました。初球だ、右中間だ、センター西村取る。三塁ランナースタート、野上対応、均衡を破るホームイン。舞鶴高校が6回の表1点。明豊もランナーを出しますが、ハーフライナー一塁戻りきれない、ダブルプレー。5回、6回とダブルプレーでチャンスを生かせません。しかし8回、明豊は飼いながら高打率を誇る西川。終盤でついに同点に追いつきます。そして1番の高木。1球から何が来ても、初球から打ってやろうという気持ちで入りました。高木真、真で捉えた、センターへの勝ち越しタイムリー。ひっくり返した明豊。迎えた9回、内野ゴロ、ベースカバー森山。三度夏の大会での戦いは今年も明豊。後輩たちはもう自分たちよりも強いんで、かなり期待してますし、あと一歩だったんで今日は必ず勝って甲子園に行ってもらいたいです。今日は守備のミスとかも出てるので、またそこをしっかり修正して、決勝戦では必ずチーム一つになって勝ちたいと思います。